父ちゃん今撮ってるよ。わあ。今日は That father is Ken and Burn。日金曜日です。時刻は、6時40分ですね。ユーザーは二拠点生活のメリット、金曜日の夜子供たちが帰ってきたら、うん、すぐに宿題やってもらって、そんでみんなですぐお風呂入っちゃって出発して、今ねここ見てください、スーパー野口で、はい、ちょうど母ちゃん来たら買い出しをして、これからこのまま車中泊に行きます。すごいルーティンだと思いませんか。金曜日の夜帰ってきてから車中泊の旅に出ます、うん、それが湯沢ライフのメリットです。今から苗場に向かいたいと思います。 Here we go。 Here we go。さあ見えてきました、この神々しいばかりのナイターゲレンデ。そう、恋人たちのゲレンデ、ナイター、ナイターではないです、車中泊です。車中飯&車中泊。さあ今夜は苗場だ。苗場なんかでね車中泊する人なんかほぼいないんでね、今日は貸し切りでしょうか。これより車中飯、今日もですね車中鍋ナイトですね、始めたいと思います。時刻は19時半です。わずか家から30分かからないですね、苗場まで。え、湯沢に住んでんのに苗場で車中泊すんのって思うじゃないですか。当たり前だ、俺たちは車中泊が好きなんだ。それでは始めましょう、車中鍋、 Here we go。 さあ車中鍋2回目、母ちゃん今回のメニューを教えてください。はい、今回はちょっと鍋をね、うん、一つだけ使うってのは一緒なんだけど、うん、同じにならないように、なんとこのミネストローネのスープを使って、これは洋風ですね。はい、家でカットしてきたんですけど、こういうことができるのはいいね。そうね、下準備してから来れる。こういう野菜を入れて、うん、まあ、あとねこういうハサミを使って切ってもいいね。包丁とまな板がいらない。いらないね、うん、で締めにパスタを入れようと思うんですけど、はい、これね3分で茹で上がるやつ、簡単。どっちにしようか今悩んでます。なるほど、じゃあそれは作っていく中で決めましょうか、うん、はい、そうしましょう、はい、じゃあ早速鍋始めていきましょうか。まずは野菜を炒める。はい、鍋ではありません、具だくさんスープです。あ、具だくさんスープ、うん、今夜はスープなんですね、妻、はい、温まりそうだよ、サウンズで。オリーブオイルを入れて、はい、野菜を炒めてます。はい、いよいよスープをインしたいと思います。これ何？ミネストローネスープ、うん、いろんなスープがあっていいよね、今鍋、これで沸騰するまでちょっと待ちましょうね。今ミネストローネたちが投入されました。この前回もご紹介しました、本来カセットストーブなんですけども、こうやって鍋もできますっていうタイプのこれなんですけど、火力がね弱いということが分かりましたので、鍋をやるんだったらガスコンロをね持ってきた方がいいと思います。これはやっぱねストーブなのかもしれない。まあ悪くはない。それは何ですか？ベーコンです。大胆に行きましょう、大胆に、大胆に、妻、大胆な夜があってもいいんだよ。みんな全部入れちゃいましょう、入れちゃいましょう、大胆に、そして豪快にウインナーを投入、うん、さあ出来上がりました、母ちゃん。ミネストローネ具沢山スープパスタ入り、みんなできたよ、食べたい人。はい、さあできました、ミネストローネスープ。だって今夜はFriday night? なんだっけ?